こんばんは。本日も10歳若返りチャンネルやっていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私、湘南美容皮膚科千葉院の本田と申します。本日はゲストに、久美子さんですね、はい、来ていただきまして、先日ですね、はい、久美子さんの方には、ご来答を受けていただきまして、はいはい、今日もちょっとご来答含めて、この後ちょっとカウンセリングをして決めていきたいと思うんですけれども、はい、前回、ご来答の効果いかがだったですか？ですね、張りが出て、あと赤ら顔がだいぶ良くなってですね、で毛穴とかも縮んで、小じわとかもあんまり目立たなくなって、すごい綺麗になったなってのが分かりました。はい、ありがとうございます。でやっぱりボライトは、肌質を良くしていくものですので、小じわとか毛穴とか、あとこの赤みとかですよね、はい、かなりお肌に張りが出てきて良くなってくると思いますので、はい、ちょっとまたこの後カレンセリングをして、はいはい、やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。ではちょっとカウンセリングの方を始めていきますので、よろしくお願いいたします。ちょっと気になるところからですね、見ていきますので、はい、赤ら顔、赤みがやっぱりだいぶもう出てきちゃったのと、この小じわとかですね、目の周りの小じわも気になりますし、このほうれい線、そうですね、この笑った時にすごく結構出るので、はい、あとこのポニョですね。口元ですよね。そうですよね。これとかすごいね、本当に気になって、たるみがすごいんで。お顔にそのままちょっと見ていただいて、はい、で最初おっしゃってた、全体的なこの小じわと、あと赤ら顔ですよね。このあたりはやはりこの前させていただいた、あのボライトですね。を、こちらとこちら、ほっぺたのところに照射させていただいて、でやっぱりお肌の張りですね、あと多分乾燥も多分しやすいので、保湿も含めてやっていくと改善していくと思いますので、まずちょっとボライトの注射ですね、させていただくのと、あと多分フォトラブルも以前にも多分していただいていると思うので、こちらは、レーザー系のものになるんですけれども、これでもやはり、赤ら顔、良くなっていきますし、でやっぱりお肌の張りも繰り返ししていただくと出てくるので、これもちょっと一緒に今日やっていこうと思います。ちょうど多分ほうれい線ですよね、ここのところ、よくほうれい線はたるみのシワと言われるので、たるみが出てへこんでる方多いんですけれども、どちらかというとこの線ですよね、一本線が鏡見ていただくと多分こう出ているので、にって笑っていただいた時の、そうですね、この食い込みですね、結構強い方になるので、ラミーっていうところにボトックス打ってあげると、この食い込みが収まることで、この線が入りにくくなりますので、これをちょっと一緒にやっていくとよろしいかと思います。はい、で最後ここですよね、このポニョ、なかなかちょっとね、そう、すごい気になるところだと思うんですけれども、ここに関しては、引き締める治療をしていくといいかなと思いますので、ウロイコラーゲンリフトっていうですね、針に細い糸がついたやつをここにうわーってちょっとたくさん、やっていくんですけれども、これをやることで全体的にこうキュッと引き締めてあげると、ここのもたつきが良くなってくることが多いので、ちょっとそれを一緒にやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。何かご質問とはありますか？お化粧とかは明日からとかは？そうですね、基本的にお化粧して、いただいて問題ない施術ばかりになりますので、お化粧の方は基本的に明日には大丈夫、当日でもできるものがほとんどなんですけど、できればちょっとこう針の穴とかがあるので、当日控えていただいて、明日からでしたら特に問題ございません。運動は筋トレしてるんですけど、それはいつぐらいからやっても大丈夫でしょうか？そうですね、ウロイコラーゲンリフトだけですね、これだけちょっと針が結構たくさん刺さるので、ちょっと内出血出ますので、腫れてることはそんなに多くないんですけれども、やっぱり内出血している状態
で、ちょっと運動とかその温まって血流良くなることですね、ちょっとやってしまうと、はい、悪化してしまうことが、ございますので、はい、1週間ぐらいですね、開けていただいた方がよろしいかと思います。はいはい、そしたらこの後、痛いのでちょっと麻酔クリームですね、させていただいて、はい、施術の方していきますので、よろしくお願いいたします。はい。それからフォトダブルの照射を行っていきますね。はい、最初は顎から当てていきますね、はい、最初は右頬からいきますので少しお顔を横向けます。ありがとうございます。まず顎を1回照射します。痛み大丈夫ですか？はい、大丈夫です。続けます。2周目、剥がした回転の方を照射していきます。はい、続いてお鼻いきますね。右側いきます。始めてきます、はい、お願いいたします。お願いいたします。そのまま動かないでください。ちょっとここからチクッとします。4目です。こんな感じ。はい、2本目です。13本目です。14本目です。はい、じゃあちょっとね、こちらのほっぺたからいきますので、はい、そのままで大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽にしてください。じっくりします。ぐっと入って、ちょっとぐっと入るとき痛いです。ありがとうございますね。反対いきますね。またじっくりとしてぐっと入ります。はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ゆくゆくさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。痛みいかがでした？ちょっとはありましたけど、はい、耐えられる痛みでした、はい、今は大丈夫？今はちょっと若干筋肉痛っぽいような感じはしますが、はい、全然これも耐えられる痛みです、はい、今ちょっとまた少しこう赤みとかが出てくるところあると思うんですけど、はい、まあ、針刺した後は本当に数日、はい、うん、1日2日とかで引いてくると思いますし、はい、ウルコラゲンリフトってここにやったやつ、今そんなに内出血、はい、青っぽいのないんですけど、はい、数日経ってからちょっと黄色くなってくることもございますので、はい、黄色いのやっぱりちょっと多分 1,2 週間とか出てくるとかかると思いますので、はい、はい、お願いします、はい、で効果の方は、今のウルコラーゲンリフトの方はだんだんこうコラーゲンが再生されてくるので、はい、でキュッと引き締まってくるのに多分数ヶ月 1,2 ヶ月とかちょっと月単位でかかってくるかなと思います、はい、でボランの方は、ヒアルロン酸ここに入れてるので、うん、直後数日後から少しこう針とかが、時間いただけると思うんですけれども、はい、こちらもだんだん時間が経ってくると 2,3 ヶ月経ってよりこう、効果が出てくると言われてますので、長いと9ヶ月ぐらいですね、しっかりと効果が持続するものになっています、はい、でボトックスの方は、もう多分数日でだんだん効き始めてきて、で効果のピークがだいたい2週間ぐらいって言われてまして、はい、でそれがだいたい 3,4 ヶ月ぐらい持続すると言われてますので、はい、またこのあたり、はい、効果がちょっと薄れてきたなっていうところでまたご予約いただけるとよろしいかと思いますので、はい、はい、そしたらですね、またちょっとご興味の方ありましたらぜひカウンセリングにいらしていただけると幸いです。はい、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。